あ、これあれだ、あれでしょ、あのカーラと女の子バス乗ってきたんじゃない、これ。なあ、終点だよ。あ、あ、終点ですか。終点だ。まあ、降りてくれ。これでもさ、降りてどうすんの。起きて。行くとこないよね。黄ばんでるよね。うん、バス降りるんだけど動かねえんだよ。動かねえんだけど。動かねえんだよ。なんで動かない。え、これなんで動かない。動いた。ここに残りたいと伝える。泊まりたい場所を聞く。泊まれる場所聞こう。どこかに泊まれる場所はありませんか。いや、知らないな。なんだよ。さあ、ほら降りて。これどうすんの。行くとこねえじゃん。行っちゃったらどうすんだよこれ。知らないとかさ、ちゃんと教えてやるよ。アリス平気？泊まれる場所を見つけようね。あら、いいやつやな、本当。めっちゃ寒そうなんだけど、この子供アリスめっちゃ寒そうなんだけど、手つないでいこう。手つない。手つなげよ。アリス、急ぎましょう。うわ、なんか怖いんだけど、ヒューヒュー言ってる。周りを見る、R2。 あそこ調べよう。信号赤だ。赤だと、赤だと渡っちゃいけないよね。お、引かれる、引かれる。アリス、アリス行っちゃうの。アリス行っちゃってんだけど。こっちだよ、アリス。アリス、お前なんでそっち行くんだよ。ちょっとこう、あそこ座んのね。ちょっと待って、アリスを安心させるなって。だよ、寒くない。かわいそすぎんだけど。困ってるのかい。あら、行くあてがないの。この人を頼るといい。何それ。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。あれ、どこ行っちゃった。行こう、アリス。いや、バスの中選べばよかった、これ。どの道乗せてもらえないよね。こっちだよ、こっち。こっちなんか調べるとあったよ。でも、ここにホテルあるよ。いや、こいつ、アンドロイドだから。泊まれんじゃね、ベーカンシーって開いてるんでしょ。モーテル、あそこなら泊まれる。ほらね、ノーアンドロイドアロードだ。ふざけんなよ。入らないの。入れないんだよ、アンド。お金も持っていないし、この服のままじゃ泊まれないの。
どうすんの？40ドルを手に入れて服を見つけないといけないんだ。服。ハロー。ハロー。こんばんは。ハロー。Thank you for coming. あれ。めっちゃ見てるよ、あのおっさん。こっちなんだな。スキャンしよう、スキャン。あそこに黄色いマークあるよね。メガウォッシュ、あ、ここで服ゲットできそうじゃない、これ。ここだったら温まれるわね。服を着替えるってなってる。なんか服あるんでしょ。スキャンスキャン。あ、ここにある。パクリじゃんね。何してるの。私たちのじゃないよ。分かってアリス、暖かい服と私の着替えが必要なのよ。盗むなんてそんなのダメ。え？盗め。ごめんね、アリス。でもこうするしかないの。え、ダメなのこれ。アリスのあれが下がっちゃった？中立になっちゃった。マジでそれも取んの？すげえやりづらいんだけど。ちょっとアリスとのあれが仲悪くなっちゃったねえ。やらかしなのこれ。やらかしなのこれ。あぶねえ。お、起きたくせえよ。読んでる場合じゃないって。よ。いや、視聴チェックしと向きが分からなくなっちゃった。やべやべ。なんでさ、あのおっさんがさ、アリスが着れるようなちっちゃい服着てんだよって話だよ。人の服、人間の服を着用中。あと40度手に入れないと。あそこだ、あそこ。これさ、信号無視して渡ってんだよ。この信号無視して渡っていいのこれ。引かれないの。ああ、あかんです。あれ、この辺にマーク出てたよな。あったあった。お店がまだ開いてる。中に入りましょう。ここなら寒くない。助けを求めよう。どうしました？助けを食う。私たち行くあてがないんです。少しお金を恵んでもらえませんか？あのな、悪いがここはコンビニで慈善団体のオフィスじゃない。気安くホームレスに金をやるわけにはいかないんだよ。いやいや、それは無理でしょう。
まるよね。あれこれなんか崩して木引いて取っちゃうのこれ。いやわかんねえよ。もうやる気満々だよ。でもせ出るじゃあ。アリス来ねえんだよ。ここなんか。でもなんかクローンホテルの違う。もう金落ちてるとかそんな都合のいいことないよね。あ、車あるじゃん。会社で一晩過ごす。いやでもさ、ボロボロすぎねえこれ。さすがに車ボロボロすぎねえかも。まあまあ屋根あるけどさ。でもちょっとす雨はしのげそうだよね。廃車みたい。壊す。アリス下がってて。いやいや壊したら雨入ってきちゃうじゃんね。あ、それで後部ガスだけじゃねえればいいってこと。なるほど、頭いいな。車に泊まれるようにここなら濡れないし誰にも見つからない。ここで寝るのは嫌。他の場所はないの？探し続けよう。そうね、他の場所を探そう。ねえ、でも車には泊まれるようになったからさ。登ろう。見るんだ。ここは空き家があるじゃん。雨宿りはできる。カーラ、私ここ好きじゃない。そうね。でも一晩だけここなら見つからないでしょ。ワイヤーカッターを探すだって。いや多分この辺転がってんじゃない。またちびっちょいのでさ、切れんのこれ。え？え？丸押したよね俺。アルツをしたまんまだよ。ある。え？どこと？ L2 でしょ？どこと？なんで？押し続けんのか。大丈夫？服が破けちゃった。ええ、かすり傷よ。気をつけて。傷かよ。アリス、大丈夫。ちょっと見てみるだけ。様子見て OK だったらもうここで十分じゃんね。入り口見つけようぜ。分かんない。不老者いそうなんだよな。でもな、
と思う。入れないね。アリス？アリス？え、アリスどこ行っちゃったの？え？アリスを家に入れるってアリスどこ行ったんだよ。あ、ちょっと何してるの？ラルフ、あれさっきのやつだ。ラルフをいじめる。まだ子供よ、いじめたりしないわ。子供？子供なんかじゃない。そんなことどうでもいい。きっといじめられるんだ。見て、私もアンドロイドよ。怖がらないでいい。一晩だけ止めてほしいの。客は危険だ。ラルフにこんなことをした。う、やば。顔焼けてる。安心させよう。心配しないでいいわ。傷つけたりしないから約束する。ごめん、悪かった。たまに制御が効かなくなるんだ。怖くなってたまに悪いことをしてしまう。怖えよ。ひどい目に遭ってきたんだ。また同じ目に遭うのが怖いんだよ。止まっていけばいい。手出しはしない。とどまろう、とどまろう。わかった、今晩だけでいい。ほら、わかんねえ。いや、ここ止まるの危険なかな。こっちだ。いや、止まることにしちゃったんだけど。逃げてからずっとここにいる。外に出ないからバレてないんだよ。たまに人間が入ってくるんだけど、そういう時は隠れてるけどね。動けない、引っかかって動けない。いや、もうとどまるにしちゃったから。いや、え、いや、俺の先端スクシは間違いないで。ラルフは隣の部屋にいる。ラルフは隣の部屋にいるってどういうことだよ。やることがあるから。アリス、明日になったらもっといい場所を見つけるわ。それじゃあ、なんかどこ寝る用意をしましょう。火を起こすわね。もう出れねえよ、選択しちゃったから。火を起こす。やらかしてる、これ。誰が死ぬんだよ、誰が死ぬんだ。マッチを見つけた。木材を、木材。なんかラルフのとこに行かないといけないとか言ってたんだけど、大丈夫。どこを作るよ。あと木材見つけないといけないんだけど。ここ木材だよ、木材。あそこに木材がある。これ木材でしょ。これでここに置いて火つければいいんだろう。でもさ、煙出ちゃってさ、なんか人がいるってバレちゃわないの。さあ、バレる。寝ましょう。粗末だけど
でも暖かくはなるはずよ。あと何すんのこれ。チッチに話そう。パパは私が嫌いなの。どうしていつも怒ってるの。えそうすぎるよこいつ。ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけない子なの。悪い子だった。だからいつも怒られるの。家族になりたいだけなのに、愛してほしいだけなのに、幸せになっちゃダメなの。わからない。置いてったりしないよね。ねえ約束して。約束する。約束する。ずっと一緒にいてくれる。ずっと一緒。ずっと一緒よ。よかった。回復したよ。回復。信頼が。どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうする？どうする？アリスと横になる？火も起こしたし。よかった、アリスと親密になった。また終わったで。なんか分岐めっちゃ多くない？ここほらめっちゃ多いよ。まああそこで店で金パクってモーテル泊まる。いや、この3つ。あ、ここにもある。夜中になってるよ。いや、明け方になってるよ。え、なになに？こいつ。え、なんか再起動してる。誰？ドイツ。画家んとこのやつ廃棄されちゃったの？音声プロセッサーで音声データ破損。なんかひどいことになってんだけど。視覚ユニット損傷。チリウムポンプ調整。ああ節電モードで。足もやばいことなんだよ。うわやば、足もげてる。あ、なんかあるやつ。足を取り替えるだって。
昔あったこの席互換性ありだって起き上がる扉とか外して完成なしだって。なんか落ちてるぞ。よけ。動いてるよ、みんな。分析。互換性ある。起き上がる。後ろにもいるよ。オッケー、足は治った。待機場から脱出しよう。めっちゃフラフラしてる。めっちゃびっくりしたんだけど、ジェリコを探すなんて、なんでジェリコ、なんかホラー映画になってんだけど、部品近くユニットを見つけるポンプ調整が OK スキャンします。あーちゃんとスキャンできないこいつ。互換性なし。なんかピコンピコンしてんだけど、やべえぞ。今倒れたやつなんか調べないじゃん。取れんじゃねこれ。これね。なんかいっぱいいるんだけど、見えてる。互換性あり。お願いまして、それだけはやめて。生きていたいの。どうすんの？殺すでしょ、うん、えぐ、早く刺さないと死ぬぞ。もう
えぐいな。立ち上がれ。もうだいぶしっかりしてきた。目玉だ目玉。ここに殺人鬼がいます。仕事殺しまくって殺しは少し。静さん、はい、いらっしゃい。生きるために殺さないとしょうがない。ここは大丈夫。ここ抜け。怖っ。何、罰罰。こんにちは、私は AK700 型。何でもお申し付けください。ご用件は。こんにちは。プログラムが異常を検出しました。入れる。サイバーライフメンテナンスセンターに連絡してください。すげえな。あ、ここ。おお。え、これでスキャンできるようになったの。あと何、音声プロセッサーもつけてスキャンできるでしょ。まあ、そこになんかあるんだけど。完成なし。あ、こっちにあるやん。あれだよ、直接行っちゃっていいの。え、なんかどうしちゃったの。受けたんだけど。もうそうなんだけどさ、そうなんだけどさ、音声プロセッサー、この黄色いとこだじゃないの。違うんだ。あそこか、こいつか。手に取る。入れる。あいつなんで手に持ってたんだろう。聞こえるようになった。坂、坂を登るようになったこと。坂を登ってくる。怖っ。なんなの、なんなの。こっちから行った方が登りやすいね。登る。右。え？なんで滑った。映画チックになったの。なんか顔治ってきたんだけど、こいつ。ほら。ほら、体全然治ってきたんだけど。
完全復旧したんじゃないこれ。ご都合なしになんかすごいよね、圧入れただけで完全復旧しちゃった。どうすんのこれ、え、どうすんのこれ、外す、え、マジで、違う違う違う、なんかこめかみのやつを外してる。え、それ取っていいやつなの。え、もう分かんないじゃん、人間感動が。マーカスだ、マーカス、なんかかっこいい服着てるんだけど、マーカスね、デビルメイクライみたいな服拾ってった。俺はほぼ一本道でしょこれ、ないよね。日付をちゃんと見てないんだけどさ、アマンダを見つける。お、どこ、これ何これ、スキャンしよう、スキャン、あそこにアマンダいる、知らねえ、アマンダって誰、これ遠回り、ひょっとして、なんか日本庭園なのかヨーロッパの庭園なのかよくわからない。こう川に落ちたりするのこれ。いいね。来たよ、まあ。こんにちは、アマンダ。コーナー。会いたかったわ。オニーじゃねえ。よく変異体を見つけてくれましたね。誰これ。操作でも優れた能力を発揮したとか。尋問は失敗したけどな。でも変異体とは不安定なもの。もっと用心すべきでしたね。話を引き出せると思ったんですが。判断エラーでした。まあいいでしょう。今後はくれぐれも油断しないように。はい。尋問はかなりの困難を伴ったようですね。兵隊をどう思いました？精神的ショック。所有者の虐待による PTSD の兆候が見られました。まるでプログラムが完全に書き換えられたかのような状態です。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？興味をそそわられる。彼は短期で気難しい人物です。ですが昔は良い刑事だったようでした。興味深い人物です。残念ながら協力し合うより他ありません。どう接するつもりですか？どう接するか。俺は適応する。彼の性格に適応します。捜査の利益を考えると彼の心理状態に合わせ衝突を避けるのがベストでしょう。え、ダメなの？怒ってる。兵の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。あ、そうなんだ。事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せください、アマンダ。急ぎなさい。なんか時間がないわ。ちょっとさ、信用勝ち得てないんだけど、アマンダ。アンダーソン警部を。とりあえず受付に向かおう。
話す。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。ああ。接続。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。いや、それ接続する必要あったのか。そう、接続する必要あったのか。なんかこの辺の人とか。ショックを受けたのね。ほら落ち着いて。北極圏での緊張は高まる一方です。昨夜ロシアの貨物船とアメリカの巡視船が衝突したとの情報が入りました。威嚇射撃が交わされたものの、双方に損傷や負傷者はないとの確認が取れています。国防長官であるデビス・リグス氏は、ありがとう、これ以上過剰な挑発を見過ごすわけにはいかないと言明しています。別の受付に向かうって選択肢があるの、これ。大丈夫、軍を撤退するように呼びかけています。これどうするんだよ、何も起こんないね。これうろうろしたイベント起こんない。あ、フォローありがとうございます。まだ何が手がかりになるかわからないんだよ。そうだろう、合ってるのかな読み方。フォローありがとうございます。あれ、ちょ、あ、これ何も起こんないんだよ。あ、これ見て、何これ、誰これ。オーナーって書いてある。これどうすんのこれ。何も起こんないんだけど。もう一回こう受付行っていい？ないよね。待ってろ。そう、待ってろって言われた。これいつまで待ってればいいの？なんかすごいことな。人が集まってる。あれなんかアジア人っぽくねこれ。あ、そういえばさ、ユリアン・レトリーバーがさ、アメリカのなんか、アメリカの芸能人発掘番組あんじゃん？あれに出てたよ。いや、なんか、ダンスしてた。ユリアン・レトリーバーダンスしてたよ。アメリカンタレント。これいっちゃ、うん、あれ、いけちゃうんだけど。なんかビリビリしてる。なんかビリビリしてる。動けない。デスクを見つけるだって。デスク見つけるんだよ。邪魔だよ、ババ。そこの二人、来なさい。俺、アンダーソンだろ。絶対。アンダーソンでしょ。これ、アンダーソンでしょ、これ。コリンズ。え、どこ？あいつの机。読む。ねえんだよ、アンダーソンの机が。あ、ここか？え、リード。え、どこにいんの、あいつ。こいつでもないでしょ？私の席。アンダーソン。どんだけ手間取ってんだよ、高橋って。すみません。警部補はいつも何時頃到着されますか。前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。だよ、その。どうも。不良刑事じゃねえかよ。座って待ってよ。
すげえちょこんと座ってんだけど。新しい職場を探索するだって。さて、何のために座ったんだよ。探索しよう。変異体の様子を確認するだって。変異体どこに？変異体どこにいるんだよ。ここにいるじゃん。あ、いた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 。こんなさ、丸見えんとこに監禁されてんのこれ。僕は廃棄されるんだ。いや、それは正直に伝えるでしょ。おそらくね。君の生体部品を分析して何が起きたか調べるんだよ。なんか頭がハゲちょびになるな。僕は死ぬんだ。頭トラ狩りになってんだけど、なんだろう。変異体は反応がないになっちゃった。入れねえのこれ。もう心閉ざして、心閉ざしちゃった。あれ？扉を開けろ。急げ。なんかさ、頭突きしてんだけど、頭突き。ああ。ああ。やってんな。俺のせい、うん、連絡してくる。片付けておいてくれ。俺のせいなのこれ。いやだって解体されるもんだって。これ、え、メモリーもう全く謎が解けてないんだけど、俺のせいで。でもなんかいっぱい字書いてある。なんだ。本当役立たずだな。お、名前なんだっけ、コニーだっけ、なんだっけ。こんな。あれ、ジジイ来たじゃん。またお会いできて光栄です。だが嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。オフィスで話を聞くやって。オフィス探索しなくていいの？行かずに探索してていいの？そうよ、もう。あ、ほら、閉められちゃったよ。毎日10件もアンドロイドが。昔から通報はあったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとか、その程度だった。それが。今じゃ暴力沙汰や夕べみたいな殺人事件まで起きてる。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め、大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。お前には一連の事件の関連性を調べてほしい。待ってくれよ。なんで俺が担当なんです。俺知らなかったの。担当だって。向いてる奴は山ほどいるでしょ。俺はろくにアンドロイドのことも知らなけりゃ、携帯だってろくに使いこなせねえってのに。みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ハンク、お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろう。ああ、もういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。この話はもう終わりだ。ジェフリー、なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺のアンドロイド嫌いは知ってるだろ。マジで勘弁してくれと。ハンク、お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらバッジを返すんだな。それじゃあもう出てってくれ。私も忙しいんでね。
どうしよう。事件のファイル。事件のファイルを閲覧したいのですが、どこで確認できるか。ハンクに聞け。出るときドアを閉めてけ。なんだよこいつは。では失礼します警部。結局追い出されるのかこれ。どれ行っても追い出されるんだろこれ。ハンクの様子見る前にこれ調べられるんじゃない。ないわ何も。合理的な態度をとってる。いいですか。私が嫌いだったとしても協力し合わねばならないんです。アンドロイドっぽくしょ。とにかく私はあなたとご一緒できてとても光栄です。きっといいパートナーになれる。どこかに使ってもいいデスクはありますか。そこなら空いてるぞ。ああだから名札がなかったんだ。すげえな、スケスケのモニターなんだけど。調査を始める。ファウラー警部。ファウラー警部。ファウラー警部とは長いんですか。ああ嫌になるほどな。出勤時間。あなたはいつもこのくらいの時間に出勤されるんですか。俺は好きな時に出勤する。いちいち余計なお世話なんだよ。怒らせちゃった。捜査始めよう。変異体のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。はい。このシナリオ終わったらちょうど1時間ぐらいだから今日はそれで終わりにしよう。カーラ気になるけどさ、ファイルスキャン。あれ指名手配広島。これファイルスキャン。待て、あいついないよね。まだ出てくるのかな。あいないね。全ファイルスキャン。243。すげえ数あるじゃん。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり急速に国中に広がっている。 AX400 型が昨晩人間を襲ったそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。カーラじゃん。なんか拗ねてんだね。どうする。率直に相手。個人的な問題を理由に捜査を妨害するのはいただけませんね。お前に俺の何が分かるってんだ。お前はただそのプログラムを実行して黙って仕事してろ。私の任務は事件の解決です。あなたの機嫌が治るのを待っているつもりはありません。いけ、もうゴリゴリいくの。いいかてめえ、俺の好きにできるならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。昨夜男を襲った AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデールのようです。ああ、わかった。いや、脅かした方が良かったけど、絶対これ下がるよね、好感度。どの道。終わった。いや、ここまでや。ちょっと待って、あれ。
ロール。もうだってこれあんま選択肢ないよねこれ。OK。今日はここまで。Android はここまでにしてロールやりたいと思います。じゃあちょっと画面切り替えますね。